ントリーサイドタウンエフランドの素敵な、目的としましてですね、ここはもう大自然に囲まれた素晴らしいロケーションがある、山の中のカフェとなっております。皆さんが心を癒しです、リフレッシュできる憩いの場として皆さんにご利用いただけたら幸いでございます。ここは世界遺産で、有名な仁津姫神社、それと高野山へ続く街道が面しておりまして、ドライブで来られる方、また観光で来られる方、たくさんの県内外のお客様がこの地を訪れております。中でもこの古民家カフェを見つけていただき、お食事に来られるお客様もいらっしゃいます。そういう人たちにリフレッシュできる憩いの場として、もっともっとたくさんご利用いただければ、この町の活性化につながると思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。古民家カフェの中でですね、カノバでは日曜日古民家ライブを開催しております。和歌山県内外のアーティスト様に来ていただいてです、素晴らしいライブを行っておりますので、ぜひ皆さんお越しください。そしてですね、この古民家の一室をお借りしまして、新しく7月7日に山の中の海の博物館を開設しております。開設以来たくさんのお客様がご家族連れで来られまして、大変にぎわっております。さらにこの11月の1日から7日まで無料開放しておりますので、週末連休の時はぜひ皆様ご一緒にご来場いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、山の中の海の博物館、皆さんこの手に持ってるやつ、クモさんみたいですが、これは世界最大のカニになります。タカアシガニです。これをこの博物館でのメインとして現在置いております。皆さんこれを持ってですね、たくさんの記念撮影をやって楽しんでおられます。で、ここの博物館の一番の特徴というのは、全ての展示物が触れてじっくりと観察できるというのがここの博物館の特徴となっております。僕の他にはあと少しの人を下ろしただけで、汽車はすぐにまだ暗い朝に消えていた。